あすあすこんにちは、無限アパレルでございます。はい、無限アパレルではファッション業界のニッチな話題だったりそうじゃない話題だったりを二人でお話しさせていただいているチャンネルでございま す。寒なった。寒いんじゃね。12月入って急にもう暖かかった11月から打って変わっての本気温、もうついに私レベル7も発動しましたし、発動しましたし、うん、サーマルのタイツ入ってきたな。家にあるパンツがな、基本綿、一緒じゃ、綿フラのパンツしかないから、寒くて もう冷え性です。寒がりなんですよ。はい、同じくです。ね、まあ、タケちゃんも冬になったら布団かぶってもね、皆さんもアウターとかはね、買われたんですかね。どうなんじゃないかな。まあ、先日はアウター類買いましたよっていう動画を上げさせていただいたんですけど、はい、あんなんじゃ足りんのよ、正直。足りんな。ダウンよ、ダウン。もう寒いもん、寒い。ということで、寒さにも耐え忍ぶようなアイテムだったりを、ちょっとね、購入いたしましたので、久しぶりじゃないな。まあ、この前も購入品紹介したんですけど、まあ、それ以外の、ちょっとこまごまとしたものをポロポロ購入しておりますので、今日はそちらのご紹介をさせていただけたらと思っております。やっております。行きましょう。行きましょう。ということでですね、今日は無限アパが冬を越えるための、まあそれだけじゃないですけど、越冬のための越冬アイテムを買ったんで、ご紹介していこうかなと思います。12月ってやっぱこう購買力高くなるじゃないですか。あ、まあね。なんですかね。私も前セレクトショップで働いてる時、やっぱ12月が一番売り上げが上がるんですよね。ギフト的なこともあるもんね。そうそう、ギフト的なとこもあるし、やっぱ大物、アウターだったり皆さん買われますし、あとはこう、ボーナスがね、ああ、そっか。出て爆買いされる方もいらっしゃったりするんじゃないかなと思うんですけど。頼む頼むポートナス。社長、見てますこれは絶対見てます。うん、見てもらう。はい、じゃあもう行きますか。はい。まず、一つ目、こちら、バルの、ニット。ハットなるのかな、ニットバケハ、ニットバケハみたいなハットでございます、はい。こちらはですね、22年 AW のアイテムで、お世話になったバランス岡山さんで受注会をしてた時に、こうつけてたアイテムです、で、実は以前ご紹介して去年もよく被ってたこちらのニット帽、これもバルなんですけど、まあなんかこの流れのシリーズというか、ニット帽、このチェッカーの柄で、この形もあったりとかしたんですけど、まあ、これ去年買わせていただいてたんで、今年はこのバケットハットにしました。まあ、私頭でかい族なんで、まあ、ちょっとサンプルというかその受注会の時に絶妙なライン被れるかなと思ったんですけど、まあ、ニットなんでこうグイッとしたら被れるかなと思って購入しました。確かワンサイズだったはずです。で、まあ、ウール100。お、すげえ、メイドインネパールなんじゃん。ネパール。ネパールハンドニットってこと？うん、そうっすね。ネパールとかってやっぱ有名なのかな。ネパール有名じゃんな。有名か、うん、こんな感じ。あで、まあ、僕はよく前折ってかぶってるんで、はい、こんな具合でかぶっております。高いです。ニット帽とかはたくさんあるんですけど、ニット帽の気分でも最近ないなっていうのがあったんで、このハットお気に入りで、耳とかもねこう当たって暖かいし、そんなチクチクもしないんで結構おすすめです。いいですね。はい、40らしいルックとかでたくさん使われてました。はい、次は私もじゃあヘッドからいきましょうか、私のヘッドギア。だけにもこれ絶対これじゃこちらです。ちょいちょい動画でも登場してますかね。そうっすね、あの鹿児島行った動画でもかぶっとったし、結構なんかネイルショーかな。あ、そうそう、ネイルもしとったし結構かぶってるとそれどこのですかって結構聞かれます、コメントでもいただいたりとかするんですけど、俺はそこで聞いたの。あ、そうじゃんソラリス&コーさんというね、まあ帽子ブランドやけど、なんか結構ウェアも作ってるブランドさんの、なんか定番の形らしいっすね。定番のやつで、なんかシーズンごとによって色が変わる。はい、このシーズンが黒とこの色の2色だったかな、なんか僕調べたら黒もありました。うん、黒もあります。でまあわしはやっぱ黒じゃねえじゃろうというの、でこのローズブルーという、ローズブルー、バラの
青、バラ青、アクリル僕のファーだとね、はいはい、モケモケがなって、うん、純優がこの22年、はいはい、純優がジャミロクアイをね、はい、サリサポをモチーフにしてコレクションやってて、ああもうこれは人生で初めて純優買うわと思ったら、まさかの純優からあの手の帽子一切リリースされないっていうはいはい、はい、事態になっておりまして、はい、もうなんとかしてあの関連の帽子が欲しいと思って探しておりました、はいはい、ソラリスさんで出ておりましたんで、うん、あのこれを買わせていただいた資材次第でございます。一応そのブランド的にはこうなんかちょっとポークパイっぽくなんかこうなんかやるらしいんですけど、まあどっちでもいけますみたいな、なんかこんな感じ、こんな感じでもいけるし、まあなんかこう下ろしていけるっていうね、はいはいはい、まあ多分頑張ったらギャル系のプチプラブランドでも多分似たようなやつ探そうと思います。探せる。そうそう、なんかレディースブランドだったらある、うん、レディース見るデザインですけどね、うん、女の子結構被ってますよね、なんかより、まあ、今年なのか去年からなのかわかんないですけどね、うん、なんかこう女の子は結構こういうの被ってると思うんですけど、なんかやっぱ結構聞かれることも多いし、ちょっとこうキャラ立ちしやすい帽子なのかなって思って、うん、このめちゃくちゃいい。ソラリスはね、なんかこういう重厚な、ね、うん、ハットブランドですねっていう感じの箱がついておってこんな感じで、とはいえこの箱を何に使うんだいというね、あの感じで、クロス何が入ってるんだい、何が入ってるんだい、最初のモケモケが入ってるんだ、最悪だ、あの子が、あ、22,000タックスですね、あ、はいはい、22,200円でございます、うん、多分59cm、58cm の中ツーサイズだと思う、うん、57かな、忘れたけど、まあ、私も頭でかぞなんですけど、うん、あのコーカソイド系のここが長いっていうスタイル、あ、一緒一緒でございますね、あの練習というよりも、うん、これないの、そう、こっちに持ってかれる、持ってかれる頭が入らないっていうことが多いですか、これもなんか素材とかで多少グイッといけるのか、私の頭でちょっとあのちゃんと収まりました、合わさせていただいた次第です。実はこれ見せてもらった時に、うん、私もオンラインサイトを探したんですよ、いろいろ、はいはい、黒なくてとかも出てて、うん、いつの日か知ったけど知らんうちに持って帰ろうブルー行くんですよ、知ったけどもう持って帰ろう事件が起こる、飲ませてしたけ寝たって、先帰るよ、持って帰ろうかなと思ってるハット第一。飲んでたらすぐ飲むから。だから本当もう11月ぐらいまで暑ってかぶれたもんじゃなかったんですけど、うん、ようやくかぶれるようにはちょっとなってきたかなっていう感じのハットでございます。はい。はい。私の2つ目は、こちら、以前動画でも着てたんですけど、コルビジェさんのスウェット。うん、ル・コルビジェ。ル・コルビジェ。私もそんな詳しくなかったんですけど、ですよね、近代建築の巨匠っすよ、ね、ああ、多分そんな感じでしょう。ですよ、ね。で、いいですか、説明として。いいと思います。で、これ、どこで見つけたかというと、うん、なんかインスタグラムをインスタサーフィンしてて、うん、たまたま出てきた、うん、ミュージアム・オブ・レイリーかな、うん、アカウントを見つけまして、もうフォロワー数も700人台の、もう何か詳細一切不明、私も。うんうんうん、全く何もわからないそのアカウントが発信してて、うん、なんか普段はこういった感じでアートを載せてたりとか、はいはい、なんかプロダクトデザインのことを載せてたりとか建築のことを載せてたりするんだけど、うんうん、まあ、どこのどなたがされとって何のためにされとるかとかは一切不明で、まあ、共通のフォロワーとか見ても、うん、あ、高桃さんがしとる、高桃さんじゃん、うん、伊勢丹のバイヤーの方がしとる、おお、これはもうすげえこと、もしかしたらすげえことになるかもしれないっていうところが、まあこれ実際もうアリボディだと思うんですけど、うん、アリボディにこのプリント打ってて、うん、なんか雰囲気いいし、ね、色いいし、うん、コルビジェ着とったらなんかちょっとおしゃれな気になれるし巨匠になれた気になれたと思って、まあ、受注生産だったかな、で先月届いたんですけど、はい、セーブかな、うん、なんですけどこれ着てたら結構みんな突っ込んでくれて、うん、周りの人が何それ、先週私も聞いたもん、そうそう、タケちゃんも聞いてくれたし、うん、仕事関係での人もみんな、なんすかそれみたいな聞いてくれて、ただ俺も何かわからん分からんんだけど、プリントが良くて買った、フォトプリントじゃないけど音楽家シリーズみたいな、ああそうね、偉人系の、偉人系の気になっちゃって買っちゃった次第なんですけど、8,800円、安っ、プラス送料500円とかだったかな、うん、だったんで、なんかこういいんすよ、この辺ガシガシ切れて、そうじゃな、うん、ほんと外で外遊びの時には切れるし、うん、ガシガシ洗ってもへたらない、着やすい1枚でだいぶ着てます。スレッコなんて何枚やってもいい、何枚やってもいい、これはほんまにねえ、なんか他の人とかでも出してほしい、ああそうじゃな、お願いします。こうミュージアム的なルーツからのコルビジェフィーチャーかなんでしょうね、なんか他にもプリントも出してたりするんですけど、こういう人物系はこれだけだったんですね、詳細全然わかんないので、もし
分かる方いたら教えていただきたいです。はい、もう分かる。ミュージアムでオブデイリーですよ。見とるかも。そう、見とる、見てほしいな。伊勢丹よりも高浜さんよりも先にからも。あ、先にからも。あやがっていこう。一番最初に。うん、ちょっと店でやらせてください。うん、でございました。私の2点目はトレリジェのセーター、はい、いや、わしのウェアじゃん。キエのブランドでございます。アドブラン、アドブランっていうブランド知ってる？もちろん存じ上げております。存じ上げております。アドブランっていうね、この22年秋冬立ち上がりの、新しいブランドさんなんですが、そのブランドのまあちょっとこう定番的なアイテムになっていくのかなと思われるような丈長めのロングシャツ、うん、だけどなんかちょっと程よいバランス感のシャツを、うん、買いました。でこのアドブランさんっていうブランドは新進気鋭のブランドなんですが、まあ、アドブランと白に加えるっていうところをこうテーマにしたブランドで、こういうまあ本当このシャツから代用されるようなこう白ベースなんですけど、そこにこうアド加えるっていうところで、うん、製品加工だったりとかこう二次加工によってこう洋服を展開していく、全ての洋服を白で作ってそこからのこうバリエーションで、展開していくようなブランドさんで、まあ、今回こうちょっと白なんですけど、今回が赤とか、黒とかもあったりとか、うん、まあ、そういうこうちょっと染めでもまたプラスアルファで楽しめるよっていうようなちょっと変わったコンセプトの、ブランドさんになっております。これからね、なんか本当いろいろな展開がしていかれるんではないかなというブランドさんなんです。まあ本当新しいブランドさんなので、ちょっとインスタグラムとかも概要欄にリンク貼っとくんで、よかったらちょっと見てみてください。これなんかいいなと思うのが、うん、まあ、後ろ身の長さに対して前もちょっと短めじゃないですか、うん、そうそうそう、前後差が結構ついてるシャツなんで、うん、前から見た時はちょっと緩いシャツかなっていう風に見えるんやけど、うん、後ろから見たらこうレイヤードもしやすくて、そうだね、だけ長めのロングシャツに見えるロングシャツ、ね、うん、本当こう長すぎず短すぎず、本当絶妙なロングシャツ、うん、ございます。じゃあ最後、私もう完全にデイリーユース、おう、あったかあったかパンツ、モンベルの、うん、ダウンパンツでございます。もうね、あの冒頭でもお話ししましたが、もう極度の寒がり冷え性なので、うん、あったかパンツが欲しい、綿以外のパンツが欲しい、うん、でいつかさ古着のイベントを2人で、うん、取材行った時に、うん、何百円かで文物のダウンのさ古着のパンツを買ったんですよ。もうな、穴だらけでさ中肌出てくるし、ポケットもねんよな確か、オーバーパンツみたいな感じだからポケットなくて、うん、使いづらかったんで、うん、いやそりゃもうアウトドアブランド行くっしょって言って、うん、まあ、コスパ的にもモンベルちょうど買いやすいし、こんなんガシガシ履くの決まってるんで、うん、ちょっと購入した次第でございます。サイズはですね、私 XL を買いまして、はい、税込み 14,080円、安っ、安いです。最高1ニッパー株式会社モンベルさん、うん、メイドインベトナム、うん、もう情報全部言っていく表裏地はナイロン 100% の中綿がダウン90フェザー10ってことですかね。まあこんなんあったけに決まっとるよ。ああもう、でちゃんとファスナーついてて、ポケットはまだ履いてないんですけど今見つけたのが、うん、パッカリングじゃん。ああできるんじゃん、こんな俺に収まるよ。収まるんじゃん、俺に収まるよ。すごとんでもねえわこれ。サイズはね L と XL で悩んだんですけど、うん、ちょっとまあ細めっちゃ細めなんですよね、裾の感じだと。細めなんで、まあ、自分のこの何ワードローブのバランスとしては XL の方が合わせやすいなと思ったんで、うん、XL にいたしました。なんかね、まあ、モンベルさん安いんですけど、モンベルの中でもこうハイエンドラインみたいなのもあって、うん、高いダウンパーツはもっと2万円台のとかもあったりしたんですけど、これが一番お手頃のやつかな、ガチ登山用みたいなやつ、ね、そうそうそう、これで外遊びもできるし、うん、山も登らんけど登れるし、うん、釣りも行けるしね、釣りも行ける、そう、釣り行く時間をちゃんと作るためにも、ね、うん、買った次第でございます。また後で履いた画像をちょっと差し込んでいただこうと思います。はい、ということでですね、今日は、我々ムゲアパが冬を越えるために購入したまあったかアイテムだったり、あったかアイテムだけじゃないんですけど、リネームシャツとかもあったりしたんですけど、アイテムをご紹介させていただきました。意見的にはね、1月入ったらドカッとこうセールになってくる季節かもしんないんですけど、うん、今じゃん。今じゃん。俺たちは今を生きてる。うん、そうじゃん。髪を持ったら寒いし、うん、あったけも欲しかったってけも欲しい。うん、そうです。はい。洋服、皆さんお好きだと思うんですけど、うん、洋服業界にね、ちゃんとこう、貢献していただくためにもね、うん、洋服はプロパーで買いましょう。大プロパーで。もう 30% ダウンしたからっていうのは 30% これただみたいなもんじゃない。ああ、そうです、そうです、そうです。そうや、欲しいと思った時に欲しいもの買う。うん。飛んでいきましょう、この時は。てな感じで、うん、皆さん、寒いんで、お体ご自愛ください。ご自愛ください。
しっかりダウンを取ってね。ダウンを取って、はい、ダウンを取るか天然繊維の重ね着をタイミングするかね。はい、してこの冬を乗り越えていきましょう。いきましょう。はい、ではまた皆さん買ったものとかあればぜひコメント欄で教えてください。教えてください。はい、では無料ポイントでした。じゃあね。Something's up because you call me. Wonder if I see it in your eyes.